私自己紹介をお願いしましょうかね。役名と自己紹介を。はい、じゃあそれではリーダーの私から、ヤバカドムニ役ヨーナピです。よろしくお願いします。はい、大内ガッツ役のセノシスターマオです。はい、深谷ポコニャン役のエレクトリックリボンピッピです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、白瀬銀河部役キャンディー山内です。よろしくお願いします。鶴田ピストン役のメロン畑アゴーボールドカメルンです。お願いします。はい、伏せたまえ役の日野隆穂です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、徳永大賀役の8月シャーです。栃木県出身です。お願いします。イエーイ。今日はですね、つまりレイレイさんがお休みということなんですけど、はい、栃木県を舞台に映画を撮ったという、うん、気がついた人はいるかと思うんだが、なんか生えてますね。今回のメインビジュアル、トウモロコシ。この影ってもしかして影？これだ。こちらのポスターですね。僕がこういうことをビルドイットしてね、ブラッドチェリーウィルカムですよ。現実に来てくれたんですよ。というすごい、ステージに私たちの影があるんだ。今知った。すごい、メインのフライヤーにも使っていただいた、あのビジュアルが。さあ、このね、アイドルネバーダイっていう映画が全国を回ってきて、はい、12月4日にまた東京に新宿に戻ってきますんで、そちらの景色注意をしてくれたらありがたいです。よろしく。トギさん、はい、ブラッドチェリーの皆さん、はい、やりますか。ライブやりましょう。イエーイ。じゃあヨナピさん、はい、こっから空気感はヨナピさんに任せますんで、私に、はい、お預けします。MC は野木ホタル牛蔵でした。牛蔵さん、ありがとうございます。じゃあ富士様、よろしくお願いします。富士様、それではここからブラッドチェリー一曲きりになるんで、みんな十分に盛り上がっていきましょう。それでは聴いてください、シックアイドル。見つめられたら石になっちゃう、近づいてきたら石になっちゃう。
よ。アイドル、僕のアイドル。